どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はね、新しいパックで登場した竜騎士ブラックマジシャンガールをね、使っていきたいと思います。はっきり言いますね、めちゃくちゃはっきり言いますね、このモンスターね、弱いんですよすごくアドバンテージの損なんですよね。竜騎士ブラックマジシャンガールを出すことっていうのは。これなんでかっていうと、まずティマイオスのマナコで一応出せるんですけれども、それには、ブラックマジシャンガールを用意しなければならない。で、そもそもティマイオスのマナコを使うんだったら、ガールじゃなくてブラックマジシャンに使った方がいいんですよ。どう考えても。だってキャバロリーとか、アミュレットとか、パラディンがいるんで、どう考えても、ブラックマジシャンに打った方が強いんですね、基本的に。で、そもそもナビゲートでもし出すとしたら、ブラックマジシャンとイリュージョンの方が強いんですよ。どう考えても。だから、まずそもそもブラックマジシャンを出す必要はないんですよ。で、そう思って、ナビゲート型じゃなくて、普通にね、融合しようと思ってさ、俺。融合しようと思って、違うデッキのね、この捕食プレイっていうデッキ作ったんですよ。竜魔道の守護者が一応ドラゴン族なんで、これドラゴン族なんで、ここと、ガールで、出せるよねっていうことで、これ作ったんですけどもね、結局、これ2枚コンボしてるから、で、最大3枚とか使うから、手札、弱えんだよ。とにかく弱い。アドバンテージの損が激しすぎる。キンジもそもそもやっぱり2枚使って融合するんで、アドソンなんですけど、こいつはまだ強いんでね、融合の魔法カード持ってこいですけど、まだいいんですけど、こっちはね、やばすぎる。手札しかも1枚捨てて、一応、サンダーブレイクみたいなことできるんだけども、表側だったら、魔法トラップでも、モンスターでも割れるみたいな効果なんだけども、手札コスト確保できないんだよ。だから、結局、これやるんだったら、もう元々強いデッキに入れるしかないんですよ。このモンスター。悲しいよね。悲しい。めちゃくちゃ頑張ってガール出そうと思ったんだけど、結局ブラマジギミックで出すしかない。もともと強いからっていう理由ですね。で、今日はもう強引に出していくってことで、ナビゲートで、やるんだったらイリュージョンの方が強いですよ。どう考えても。ブラックマジシャンとイリュージョン出した方が強いんですよ。もしくはカイクとか、ナイトエンドソーサーとか出した方が強いんですよ。強いんですけど、今日は強引にブラックマジシャンガールを出します。わかりますか？このくらいしないと活躍させられないんですよ。救うレベルのカードです、これは。救うシリーズ、もはやね。こんな強そうなレシピしといて、こいつ出すのはマジで救うシリーズですから。というわけで、ちょっと熱く語りすぎだな。効果は、さっき言ったように面白い効果で、手札を一枚持ち送ると、表側のカードを一枚割れるっていう効果なんですけども、相手段に持ち帰るね。手札1枚使って割、フリーチェーンで割れるのは強いけど、今対象に取れないモンスターとかめっちゃ多いじゃん。呼吸トスとかもそうだし、あとそれから破壊されたら戻ってくるとか、デストロイサムライとか、あと破壊しても、意味がないモンスター、ホムラガミとか。辛いね。遅かった。彼女は来るのが遅かった。早速ね、僕は竜騎士ブラックマジシャンガールを救っていきたいと思います。救って、得れてるかどうかは知らん。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ジャック・アトラ選手、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。黒の魔導陣の効果を発動。黒の魔導陣の効果によって、さあ、とりあえず、ハッピーセットは揃えていく。さあ、ハッピーセットは揃えていく。で、マジシャンズ、ロット召喚して、ロット効果発動。イリュージョンマジックを持ってくる。さあ、地獄の盤面の登場だ。イリュージョンマジックの効果を発動。ブラックマシャンを2体持ってきて、そしてナビゲートを2枚セット。さあ、コズミックサイクロンはあるかをお尋ねするゲーム、ターン終了。これが先行でできるの、やっぱやばいな。このデッキもダメだわ。あ、ある！やるな！貴様やるな！貴様なかなかやるな！おー、強い！まあいいだろう。そんぐらいいいだろう。許しやろう。どうせ2枚も使うことはねえからな。あ、でも2枚使うかもしんねえか。今1500ダメージ食らった。ターン終了時に出す必要性はあんまねえか。ドロー。はい、神、はい、神へ。で、ブラック、マジシャンズナビゲートの効果を発動。ブラックマジシャンを特殊召喚。これがディスティニードローってやつだぜ。ジャック、ミッシュやろう。これが俺のデッキの切り札にして
さあ行きましょう。おめブラックマジシャン、そしてブラックマジシャンには唯一その魔術を受け継ぎし弟子がいる。敵より現れよブラックマジシャンガール。さあ来い。そしてティマイオスのマナカを発動。ティマイオスのこの効果によってフィールドのブラックマジシャンをリリースし、現れよ龍騎士ブラックマジシャンガール。あ、ボイスあるんだ一応。ナイス。そしてバトルフェイス行くぜ。ブラックマジック龍騎士ブラックマジシャンガールの効果を発動。手札を1枚墓地に送ることによってフィードのカードを、表側のカードを破壊する。ブラックマジックブラックドラゴンバースト。いいデュエルだったぜ城之内くん。さあお相手の方、ヘルカイザーはマジでコズミックサイクロンセットしていいかどうか迷うっていうレベルだよ。コズミックサイクロンちょっとこれでも何もしないって選択肢もあるんだよねもはやね。まあでもブラックマジシャンはさすがにないか。ナビゲートを出すか、ナビゲートは伏せるかさすがに。さあスタンバイ光るかどうかって話はある。スタンバイフェイズ光るかどうか問題。あ、光らない。よし、コズミックサイクロンはない、いけるぞ。コズミックサイクロンはいける。オッケーオッケーオッケー。コアコアやめて。お、やったぜ。弱いぜ弱いぜカイザーいっけー。マジシャンズナビゲートの効果を発動。手札のブラックマジシャンを特殊召喚し、これが俺の切り札にして最強のショーベイ。そしてこの黒魔術を受け継ぎし、たった一人の弟子ブラックマジシャンガール。最強だぜ。これでてめえの魔法トラップカードは1回無効にさせていただく。ちょっとティマイオス。でもこれ1対1ぞ。このカード1対1枚このカード1ターン1枚っておかしいだろ。ティマイオスのマナコ発動。名もなき竜の魂とブラックマジシャンのガールの魂は交錯し、オーバーフロー。無効なバカ誰か。師匠より受け継がれし強大なる魔力は名もなき竜の魂と交錯し消化する。融合召喚入れよ竜騎士ブラックマジシャンガール融合召喚強引すぎんだろ出し方。バトルブラックブラックマジックブラックドラゴンバーストふん俺と対等に渡り合うとはな、褒めてやるぜ。さあお相手の方、勇気10代、20代選手ですね。20代選手か。20代選手なんかワンキルすぐしてくるからちょっと怖いんだよな。キメラフレッシュア出しましょうか。やっぱね、そのね、キメラフレッシュアもリューマドーもの竜魔道から竜騎士もそうなんだけど、結局ね2枚使ってんだよね融合するのに。それがやっぱ弱い。その今さほら、あのモノノベとかネオ水上とかって1枚で融合していくんじゃん。だからそう考えるとやっぱ2枚で融合してるのはちょっとやっぱ弱いかなっていうのは思うね。普通融合って3枚使うんだけど2枚融合するだけで弱い。この環境ってどう思うこれやばくね。グラッパルでこれやばいから死ぬ俺。まあ、でもキツネはワンチャン死なないと思う。キツネだったらワンチャンその線上がるから、フェイバリットヒーローされると、フェイバリットヒーローはいけるか。コスミックサイクロンして1800で、線と、線、あ、多分大丈夫、生きるね。多分生き残るとは思う。多分生き残る。フェイバリットヒーローでも大丈夫。コスミックサイクロンがある限り僕にコーズサイがある限りいつの歌だよいつの歌ですか今なんか今俺頭の中に流れてきたから今思いついたことすぐ言っちゃうんです。俺考える前に思いついたこと全部言っちゃうんですよ。このねちょっとね癖どうにかしないといけないかなと思うんですけどね。一回考えてから話せてね。でコズミックサイクロンの効果で相手の背を除外していく波紋のバリア。怖っ怖っ。とりあえず吹き飛べお前は。とりあえず吹き飛ばせ吹き飛ばせ。よしで、竜魔道の守護者を召喚。竜魔道の守護者の効果を発動。ブラックマジシャンを墓地に送って融合を手札に加えるぜ。そして竜騎士、違う竜騎士じゃない、竜魔道の守護者の効果を発動。ブラックマジシャンガールを特殊召喚。これアドソンなんだよな。やってることマジアドソンなんだよな。融合発動。
師匠より受け継がれし強大なる魔力は名もなき竜の魂と交錯し消化する融合召喚、いでよ竜騎士ブラックマジシャンガール。手札コストはないぜ手札コストはないぜ。おらー、さあ青助けて OK、 いいだろう、スケルトンくらいいいだろ、許してやろう。ブラックドラゴンバースト、ターン終了。よし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 、竜騎士ブラックマジシャンガール一切刺さんねえよな、あのデッキに。なんでかってネオスフュージョンの耐性があるからな、全然刺さんねえけどな。来とる、あー弱え、ハンドバカ弱え。スキル発動した方がいいか、これ。これ波紋プレチェーン1枚あるんですけど、波紋かどうかっていう話あるんだよね。これ波紋かな、まだある波紋、もしかして。ちょ、波紋はケアするしかないよね、これ。波紋はケアするべき、絶対に。波紋されたら終わるから。だから波紋打たせればいいから、波紋打たせればいいから、ですね、ちょっと待ってくださいね、考えましょう。キミラフレッシュは融合解除しても意味ないから、ほとんどだから、こうして、でこれで波紋打たせて、この波紋打たせる、これを波紋打たした上でのヒーローブラスト、強いヒーローブラスト、2500以下、あー、キメラフレシア やられる、やられていく、キメラフレシアがやられていく、なるほどでござる。これはもう、でもないってことでいい、じゃあ、てかないってことでいい、波紋は。いや、これ、やりすぎか、ブラックマジシャンガールを特殊召喚し、リューマドアも特殊召喚、おらー、あー、なんだこれ、でも相手も事故ってる可能性がある、相手も事故ってる可能性がある。ネオス今手札はネオス、手札はネオスしかない。いやできないでしょこれ、多分融合、融合できん、多分キメラフレッシュ効果、いけるいけるいける、これ再融合でいいか、最後でいい、ネオスフィッションなかったから、まあ、いや、いけるいけるいける、耐えろ、バレブしかないだろ相手、バレブスしかない、でアドバンス召喚はできない、ネオス2体だからね、相手のレベル7だから、来るぞ、でバレブは OK、 バレブは OK、 バレブはいい、全然バレブは全然いい、バレブは全然よくて、で何を、アナザーネオス、アナザーネオスはいいや、アナザーネオスはいい、アナザーネオスは別に、ゴシンクロか、いやゴシンクロやめて、800ライフ残して、マスクチェンジ、なんで今撃ったんだよ、ちょ殴ってからでよくないそれ、やばこいつ、なめぷすぎんだろこいつ、やべえだろ、なんで今撃ったんだよ、え、なんで今撃ったのマジで今なんで撃ったの、今まだ1枚あるってこと、もう1枚あるんだこいつ、でもあとネオスだよな、手札はネオスだから、でこれは、あ、でもこれあれか、あのコーガのチェーンか、やばこいつ、最融合ではなかった説あるんだこれ、でも最融合ではなかった、あー禁止、あでもワンチャンあるか、ワンチャンすり替えて、これ闇属性であればいける、来い闇属性モンスター、はっはっはっ、あやばすぎんだよ、ふざけんなよ、こういうのに負けんの一番腹立つわ、一番腹立つわ、だってマスクチェンジ打つタイミングマジで意味不明だもん、腹立つわ、腹立つのに、高画のうちでも腹立つしよう、二人やがれマジで。